ガオちゃんの西成チャンネル、よろしくお願いします。まもなく開演でございます。じゃあ行ってきます。ちょっと気持ち高めていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。盛り上げてくる。いやいや、なんでや、盛り上げてください。気持ち、いや盛り上げろよ。始まった。西成チャンネル、スタンプで覗くんですよ、僕が LINE。 そしたら行きたいですって返ってくるんで、はい、それ何が始まるんですか。よし、そうっすね、まあせっかくなんでお客さんともね、一緒にしたいんで、はい、まあガオウェーブとかでします。ガオウェーブ、はい、こう近寄ったらその前の人がこうガオって立つというか、まあまあこれ何でもいいね、こうね、じゃあこれやったら、これが来たら皆さんやってください。あ、だからこれこういって、まあ常に来た時はもうやってください。はい、何回も来る時もあります。上とか、はい、下でもいいです。下でも全然、横でも、じゃあ行きます。はい、じゃあ行きます。ガオウェーブ。思ったより、ガオ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 、お客さん、おーおー、おーあーなんだこれ、2周目、スピード上げて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 、おーおーやめろ、気持ち高まりました。はい、高まった。いや、高まりましたね。皆さんも高まったんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあこれも様子もちょっと YouTube 上げさせてもらいますので、今日ね、今夜、今夜できたら、できなかったら、できなかったら上げないです。はい、西成チャンネル、ライブ終わりました。ありがとうございます。皆さん、すいません、いつもだ。いや、なんかほんまに思わぬとこ疲れましたね。思ってたら流すようなとこじゃない。そうそう、全部覚えてない。今井とかも渋いな。一番びっくりしたところとか、トントントンのやつとか、あれとかびっくりしましたね。これいかがでしたか、今回は。まあ、衝撃的だったのは、堂前が紹介してた、あの、オリーブオイル使ってますって、店員さんが言ってくれてる。餃子屋さん見に来てくれてる。今日見に来てくれてる。堂前。はい。気づいてしまった。ちょっと出来になるかもしれないです。あれでした、まだ山田くんも。まだ山田くん。ハッピーハッピー。これも今クイズにやってんけど、カズさん。まだまだハッピーハッピー。はい、これから、また頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今回配信も、はい、あるんで、この概要欄にありますので。今日僕自身はまた漏れるから、ね、はい、ありがとうございます。またあの編集するやろ。あの、爆笑の娘、爆笑の娘、あれ、頭おかしいね。怖い、あれ怖い。皆さん、配信もあるんで、ぜひお願いします。西成チャンネル、どうでした、終わりましたね、シークレットゲストの。お疲れ様です。お疲れした。ありがとうございます。はい、いや、もう、緊張しましたね。緊張した、盛り上がりましたね、すごい。ありがとうございます。はい、まあ、ナンバで会うことあんまないから。そうですね、西成でしか会わないですよね。はい、ちょっとサクッとフロアに。はい。行きますか。行きましょう。ちょっと帰りますか。お願いします。はい、到着しました。ということで。かわいいのれんで。いや、ほんまにかわいいのれんですね、はい、お風呂屋さん。
ちょっと入船温泉さんでサクッと仕上げて、はい、汗落として行きましょうか。石成チャンネル、石成チャンネル、石成チャンネル。よいしょ、最高でした。疲れ取れましたね。いや、ありがとうございます。最高でした、はい、ちょっと財布忘れて、はい、山田君に金借りました。いや、もう全然、もういつも僕晩ご飯だけパッと買って帰るわ。はい、なんかそんなめっちゃ腹減ってんけど、出なくからちょっと怖いからもうなんか入れとこうかな。まあ、ちょっと、泉屋でなんかご飯買って帰ります。あんなら、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。スペシャルゲストの。いや、本当に、ハッピーハッピー。まだまだ。まだまだ。ハッピー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 。石成チャンネル。ただいま帰りました。疲れた。なんでこんな疲れんねやろ。みんながあんま疲れてないように見えるんですよね。自分人より疲れやすい気がして、これはずっと思ってるんですよ。で、まあまあちょっとね、鶏肉ともやし買ってきたんで、それ炒めて、晩飯にしたいと思います。今日ライブどうですかね。まあ見てくれた人は楽しんでいただけましたから、気持ち高まっていただけたらまあありがたいんですけど、やっぱライブ中はあんまり記憶がないんで、もやし入れて、がっさり炒めます。うわ、やらしい話、うどん一玉余ってるから、うどん入れたのか、焼きうどんにしたのかな。やらしい話、うどん入れます。した雰囲気でますか。ちょっとナスのおひたしが 20% オフやったんで、いただきます。焼きうどん、鶏の焼きうどん、記録つきましたね。あ、ミロ君や、ミロ君。あ、ミロ君ジャグラペからしてますね。今日、川添社長は LINE の中では、ミロ君っていう名前になってます。LINE ネームがそれぞれあって。で、スキーとかって。あ、ビッグ引いたみたいです。頑張ってますね。ああ。これもガゼルが見つけてきたやつなんですけど、王様のやつですね。これが面白いですね。あ、めっちゃかい。めっちゃや、めっちゃさん。めっちゃさんに上がってきた。お疲れ、毎度。お気に。終わりました、ライブ。どうでしたライブは。ええ感じで、めっちゃんも結構出てきたで。うやん、うん、めっちゃんのとこ結構使ってた。空見上げたとことか。ああ、今日空見上げた。空見上げたけどやな、えらい積乱雲すごかったとこっち。ゲリラ豪雨や。もうほんま、もう何、むっくめ雲が遠くからやってきてやな、どうぞって言ってきたやん。景気悪いで。でもお前のとこは景気良かったやな、今日のライブは。まあライブはまあ景気良かった。めっちゃライン来るやん、うん、パソコンの方のラインが暴れてる。あ、うん、ガゼルとズン吉が暴れてるわ。めちゃと喋ってんのにこっちのラインも忙しいわ。節前の方も暴れてるかな。めちゃもしてるやん。いや、もう美浜のラインのスタンプのあれ音すごいで。うん、今ガゼルが暴れとる。もうな、美浜とガゼルがな、一緒にラインのスタンプ出た瞬間ゆっくりして。美浜でやな。いやいや、今日は美浜でや。今日美浜で。美浜、うん、え、まあ、美浜そう。まず、お疲れ、ありがとう。またね。ラインが止まりませんね。焼きうどん食べてんのに。切ないとかね。ミロっていうね、ミロさんのお世話とか、地元の方のミロくんってね。一応地元の方のミロくんって、芸人の方のミロくんと、地元の方のミロくんっていうと、ミロくんが二人おるっていう設定でやってます。まあいろいろやってますわ。ごちそうさまです。石成チャンネル。ちょっとスイカバーと、このマウントレーニアを食べながら、今日編集で今日あげれたらいいんですけども、でも今日、
今から 2,3 時間下手したらかかるって思ったらね、今日はちょっとあれかもしれないですね。もうマントレーニャー食べます。まあ飲むって言ってもいいんですけども、実際食べてるんでね、食べてるルートと全く同じルートを通っていってるんで、そうですね、漬物食べるルートとマウントレーニーが通るルートほぼ一緒だと思うんで、食べてるんかなって、どっちも、まあ、逆に言えば漬物も飲んでんのかなっていう。ちょっと、昨日ちょっと正直夜も遅くなってきたんでしんどいんで、動画をすいません、明日あげます。ちょっと寝ます。マントレーニーはこの時間飲んだよ、寝るっすよ。寝ますか。9時間29分ぐらい寝ようかな。どうぐらいいいよね。はぁ、あ、疲れた。いい夢見るって決めた。いい夢見るって決めたら見るんや。まあまあ、言っててもあれなんで、おやすみなさい。今日は皆さんありがとうございました。おやすみなさい。石成チャンネル、おはようございます。うん、おはよう。今日は朝から、はい、激エッスな。今日は美浜なんの。今日はもう何も入れてなかった。ちょっと、まあ何も入れてないとか何もないだけやねんけど、まあまあ。ああ、もうゆっくりしとけんもんな。うん。もうゆっくりゆっくりしたいから。まあまあ。美浜はな。なんか雲が多いわ。ああ、そう、うん。こっちはお前、ええ天気や。一点変わってええ天気や。東京と大阪。その辺ちょっと景気悪いよな。はい。西成、西成、西成チャンネル、ライブチャンネル、ライブチャンネル、ライブ2。まあ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 、ちょっと気持ち高めていきましょう。